はい、皆さんこんにちは、リンチーです。僕は今ね、ホアウェイの Mate 20 Pro で撮影しております。はい、4K の 60p で、撮影しております。一応歩くとこんな感じで撮れます。すごく安定して撮れてると思いますね。一応ね、撮ったままね、撮りながらこうやって10倍に拡大したりとか、まあ、10倍まで拡大したりとか、逆に、超広角に、することもできます。はい、これ超広角モードですね。 0.6 倍です。この 0.6 倍の超広角モード僕気に入ってて、これでどんどんなんか散歩動画撮っていけるなって思います。はい、まあ、とりあえずね、自撮りモードにしていこうと思います。はい、自撮りモードになりました。ただいまね、僕は自撮りモード、自撮りモードってアウトカメラで自撮りしてるだけなんですけども、まあ、0.6 倍なんでね、すごく、散歩動画撮りやすいと思います。はい、また自撮りじゃないモードにしていきます。はい、はい、この状態でね、ちょっと1倍にしてみますね。1倍に、ちょうどよくなれ、1倍ちょうどよくなりました。はい、この辺ちょっと慣れないといけないですかね。まあ、4K60p なんでね、あんまり長くならないようにしようと思います。はい、これがね、1倍で歩き動画ですよ、散歩動画。もう一回ね、これで自撮りしていこうと思います。はい、自撮り、はい、これで自撮りになりましたね。はい、自撮り動画です。どうですか皆さん、どういう風に撮れていますか。はい、もう一回ね、外撮っていきます。なんかね、誰かね、あっちの方でね、ドローン飛ばしてますね。ドローン、あれ、なんかドローンが見えない、見えますかドローン。まあまあまあ、それはそれとして、まあ一応、まあこれがね、Mate 20 Pro の 4K 動画でした。それでは皆さん、再见。